1> IT 1 t それが見えたら、終わり。の世界的大ヒットを受け、スティーブン・キング作品の映像化に注目が高まる中、同作を手掛けたベイ・ワーナー・ブラザースが、キングの代表作として知られる、シャイニングの続編、ドクター・スリープを映画化することが分かった。ベイ・レッドラインが報じている。1980年に、スタンリー・キューブリック監督、ジャック・ニコルソン主演で映画化され、 一大センプを巻き起こした、シャイニングは、冬季閉鎖中のリゾートホテルの管理人一家が、そこに救う悪霊たちによって、次第に狂気の淵に沈んでいく様を描いた、ホラー小説の禁字塔。その続編として、キングが13年に発表した、長編小説、ドクター・スリープでは、前作から30年後を舞台に、成長した、ジャック・トランスの息子。 ダニーを襲う新たな恐怖が描かれる。40代になってもなお、過去のトラウマから立ち直れずにいるダニーは、苦しみから逃れるため酒に溺れる毎日を送っていた。父親と同じ道を歩む前と男子を決意し、持って生まれた超能力、輝き、シャイニングを生かして、ホスピスで働き始めたダニー。だが、ある日、自分と同じ能力を持つ一人の少女と出会ったことで、 新たな三劇が幕を開ける。同サイトによれば、秋葉ゴールズマンが執筆した倉庫をもとに、オキュラス音量鏡のマイク・フラナガン監督がリライトし、自らメガホンを取るという。ちなみに、フラナガン監督は、キングの同名小説を、ネットフリックスが映画化した、ジェラルドのゲームでも監督を務めたばかり。現在は、同じくネットフリックス制作のホラードラマシリーズ、 ザ・ホーン・ティング・オブ・ヒルハウス現代の撮影に取り掛かっている。